大変お待たせいたしました。本日はようこそ北アルプス新小高ロープウェイにお越しくださいまして誠にありがとうございます。ご乗車いただきましたこのゴンドラ満流号は鍋平高原の後に出しまして毎秒7メートルの速さで通り、約7分後には皆様方の上空下線156メートル終点線後空で池原一地駅へとご案内いたします。お客様にご案内いたします。これから3本の鉄塔を通過いたします。鉄塔通過の際にはゴンドラが揺れますのでお足元ご注意くださいませ。第1号鉄塔を通過いたします。ただいま雲に隠れておりご覧いただくことができませんが、ゴンドラの後方には県境を除いて岐阜県内では最高峰穂高岳が、進行方向左手には槍穂高連峰が、そして進行方向右手前方には活火山焼岳と360度北アルプスの山々が位置しております。まもなく進行方向右手前方より下り鍋平高原行きウェストン号とすれ違いでございます。すれ違いの速さをご覧くださいませ。すれ違いの地点が中間点でございます。第2号鉄塔を通過いたします。この第2オープンウェイには途中3本の鉄塔が設けられており、それが通過いたしました第2号鉄塔より、次の第3号鉄塔までの距離が最も長く約900メートルございます。第3号鉄塔を通過いたします。ゴンドラが大きく揺れますのでお足元ご注意くださいませ。ここでお客様にご案内いたします。まもなく到着いたします終点西穂高口駅の周りには天国園地が設けられており、この園地より一歩外は険しい山や谷となっておりますので、園地より外へは上にならないようお願いいたします。なお登山をされるお客様は必ず登山計画書をお出しくださいません。まもなく終点西穂高口駅に到着いたします。ゴンドラを降りられますと2階は改札口、3階は売店コーナー、4階は軽食コーナーとなっております。お手洗いは2階と3階にございます。最上階には屋上展望台もございます。また3階売店コーナーでは山頂駅限定商品といたしまして、アルプスの岩クラゲ、また油絵包みなどがございます。ぜひご賞味くださいませ。ご乗車ありがとうございました。標高2156メートル終点仙石尾根西穂高口駅に到着でございます。